どうもお疲れ様です。ま姫ひめ大学の特別講義です。今回はお金のマインドブロックなんですけども、最近ね、床屋に行くタイミングがなくってね、髪も染められないし、髪の毛は伸びてくるし、ここになんか傷はできるし、なかなかいいことないですね。はい。肩の方も痛みっぱなしでございます。今日はついに生涯初湿布を買いました。こんな年になったんだなというふうに思いますけども、負けずに頑張っていこうと思います。で、 お金のマインドブロックについてはいろんな方がねお金のマインドブロックを外さないとダメだよって言うんですけどもじゃあどうやって外すんですかってところがなかなかね切り込みづらいところなんですよ。いや私ははね、ね、まずは、ね、こう思う思んですよ。お金に関してああお金があって助かったお金があってありがとうお金があったからこれを変えたあれを変えたこういう時に助かったっていうふうなところに思いをはせるとお金ってありがたいんだなとお金って嬉しいなお金って大切にしたいなっていうふうに思うんじゃないかなと思うんですよ。 逆にですよ。お金に恨みを持っていたり、世の中からお金が消えればいいんだとかってね、お金が嫌いになっちゃった方ってのは、多分お金がないことによってすごく悔しい思いをしてきたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、すなわち、すなわちね、お金がないから苦しかったんだと思うんですよ。でも逆にお金がたくさんあったら、お金によって苦しめられたことって想像できますかね。うん。だから結論として、お金がないことを嘆くよりも、 お金がたくさんあった状態に自分を持っていった方がお金さんありがとうっていう風になるんじゃないかなと思いますしお金がない人になんかね手を差し伸べて手伝ってあげることもできるんで世のため人のためにもなると思うんですよつまりはお金があった方が自分のためみんなのためなんで稼いでいきましょうとでお金のマインドブロックをなくすためには稼いでいくっていうそういったシンプルな結論になるのかなと思います稼ぐのも別にね 一瞬でで万100万稼がなくていいんですよとりあえずは1時間500円1000円1日で5000円6000円こういうところから始めていけばいいんじゃないかなと思いますそうすると一生懸命働いていただいた日当が7000円8000円だったらああこれはありがたいなと1日を本当に身を捧げてもらったのが7000円8000円か大事にしないとなと人がお金を使う時もあこの人も 本当に大切なものにお金を使ってるんだなっていうふうに、大切なものにお金を使う。大切な人にお金を使う。大切な時間にお金を使う。お金が自分と大切なものを結びつける。そういった役割をしてるんだなってことに気づけるんではなかろうかと思います。じゃあ本回は以上でございます。お疲れ様です。